サンボの外観牛丼専門サンボは東京都千代田区外神田山丁目にある牛丼店である。通称はサンボ。秋葉原の中央通りから一つ西に入った路地に牛丼専門と歌った黄色い看板を掲げた店で、秋葉原駅前に神田市場があった頃から営業している。営業時間は平日11時30分から19時、土日祝11時30分から17時で不定休。 メニューは、下記の通りである。写真の卵と味噌汁は牛皿とは別メニューである。2013年2月1日より、メニュー価格改定が行われた。店員が客を叱りつけることで知られる。一般的な牛丼店と異なり梅雨だくが、注文不可になっているほか、ヘッドホン着用禁止、質問の禁止、携帯電話の電源は切る、会話は小声、オーダーは、 食券機で食券を買いお茶が出てくるタイミングで渡す、写真の撮影などは現金といった暗黙のルールが利用者の間で知られている。そのため、秋葉原にある一見客の入りにくい牛丼店として専門書にて写真とイラスト入りで紹介されている。アメリカの BSE 問題を受けて日本政府が行ったアメリカ牛肉輸入規制の影響で2004年の2月より 日本の主な牛丼チェーン店で牛丼の供給がストップされた時期にニフティのデイリーポータル Z の専属ライターである林雄二によって牛丼はまだここで食えるというタイトルの記事が特集された際取材を受けた7店舗の中にサンボが選ばれ2004年2月21日の時点で同店が牛丼を提供し続けていたことが紹介されているまた 電撃ネットワークの牛蔵が、自らのオフィシャルページにおいて写真入りのレビューを、公開した。インプレスウォッチが2005年に実施した、読者調査、秋葉の食事場によると、1384人中、約120件の意見が寄せられ、単体の店舗としては2番目に多かった。ソーシャルマッチングサービス、オタクマが2009年12月に行った、 秋葉原でよく行く外食店のアンケートの結果、11%としてトップになった。牛丼評論家である岩下清美によれば、同店で使用されている肉は厚く、ボリュームがあり、彼が選んだ100店中で満腹度の満点がついた3店舗のうちの1店舗として選ばれている。2008年に長期休業に入った際には、秋葉総研がそのニュースを伝え、 ライブドアニュースでも配信された。11月14日の一時休業から12月20日に営業が再開されると開店前から行列が絶えず終始満席となった。2013年に店外に掲示されるまで正式な営業時間及び定休日は不明であった。2019年4月2日、シャッターに都合により閉店しましたと書かれた張り紙があったため、 営業終了ではないかという憶測が SNS 上で拡散した。実際にはこの日は閉店したという意味合いだったため、翌日も変わりなく営業している。ありがとうございます。